はいどうもうずです、えー、今回は久しぶりに自分が今ね起きていいいいるそのの辛こことととうか、はい、あの悲しいことの動画です、えー、私プレイステーション5をねあの初期の頃に購入して、えー、ずっと愛用させてもらっていてでゲームをよく、まあ、ゲーム好きだからねゲームやるんですけど最近またプレイステー5が <laughs> 調子が悪くなりまして。 1>, まあ1回は自分でちょっとね機体とか垂らしてしまってあの基板をね壊してしまった HDMI がダメになったっていうのがあったんですけどまあそれはなんか2万5万五千だか3万だか払って修理して直って帰ってきたんですがまあその後からもね結構調子が悪くてまあ調子が悪い一つの原因としては多分 SSD の原因なのかあの画面が固まってねたまに動かなくなるって現象がちょこちょこあったんですよ修理直ってきてからも。ここ最近ピンンポイントで起きてる不具合は グランツーリスモ7です、ね、このグランツーリスン7をたまにプレイしたくなってえ入れるとディスク入れてしばらくプレイすると PS5 がね完全停止して動かなくなるって症状があって。 でたまたまかなと思ってやってみたらもう絶対100パー起きるんですよなのでちょっとその100パー起きるところを見ていただきたいと思いますはい、えー、動画であのノーカットでそこの部分やりますこのあとはいじゃあグランツーリスモ7を起動してちょっと普通にプレイしてみましょうかこれでね何も起きなければねそれが一番いいので <laughs> ちょっとねレースはこれね落ちるタイミングもバラバララなんですよ起動してしばらくしてすぐにね12分で落ちちゃうこともあれば。 なんかレース始めて途中でね落ちることもあってまあほに分かんない状態なんでちょっと音ないとさすがに辛いねヘッドオンすりゃいいんか <laughs> まあいいか <laughs> まあいいやじゃあこのままちょっとやろっかはいまあ落ちるかどうかの問題だからねさあこれでオープニングが来てどうだ行くかあのね前回やった時はオープニングというかこれ起動したところで落ちた前回はね あと、グランチュリスモ7ってこれすぐスタートしないんだよね。<laughs> な、なんなんだろうね。このすごい不便さ。あ、来た来た来た。さあ、どうだろう。このローディングで前回はダメだった。今回はで、症状が起きるときって、プレイステーション5が青ランプになるんですよ。一回スリープモードみたい。で、それで閉じてしまうので、あ、これだね。もう来た。もう多分これダメ。起動終わった。今ね、 多分こっちのオズモポケットの方でランプ変わったと思うんですけどブルーランプになるんですよ。でこれでもう落ちてしまってその落ちてしまったあとはもう電源強制終了して立ち上げないとプレステ5がね何も反応しなくなります、はい。だからこれでもう長押ししてもね電源入んない。はい電源入りません。感 <laughs> ん落ちしました。ダ <laughs> メだ,だ,だなグランツリスモ7。これグランツリスモ7だけなんですよ。他のゲームは落ちない グランツリスモ7だけがこうなるこれ何なんでしょうねはい、えー、ということでいかがだったでしょうか今このね「オズモポケット3で」で記録取ってみましたけどあんな感じで、えー、グランツリスモ7をね立ち上げてあのしばらまあほんほんの少しですねちょっとプレイしようと思うだけで PS5 が強制でシャットダウンしてその後も起動しなくなるっていう、はい、もう最悪ですよ。<laughs> これなんグランツリスモ7だけがそうなるので。 まあデータがおかしいのか、まあ、ディスク自体が何かねおかしくなっちゃってるのか、まあ、とりあえずグランツリスモ7だけがプレイできなくなりましたはいこれこれは一体何が悪いんだ <laughs> まあプレイステーション5プレイステーションブを初期化したら治ったりするのかな、まあ、その辺もちょっと本当わ分かんないんだけどこういうねなんか似たような症状、まあ、グランツリスモ7じゃないとしても特定のディスクを入れることによって PS5 が強制的に落ちてしまう起動しなくなる。 っていう症状他に経験したことがある方がいたらアドバイスいただきたいなと思って今回こんな動画を作ってみました、はあこれ困るね修理案件だよね多分ね <laughs> 修理案件案件って言わないな修理修理だよね,ねまたさこれでまた基盤交換だらなんだら言ってさ1万だの2万だの3万だのさ取られたらさそれはもうちょっともう PS5 いいかなって思っちゃうよね はいえー、まあね寝かけやんってわけじゃないんですけどね <laughs> ちょっとこういう症状が起きてて困ってるっていうお話でございましたはい、えー、じゃあちょっと午後は <laughs> そう仕事するかあ,あえっ、ー、と普段からこんな形であのゲームが好きなのでゲームの話題とかあとはガジェット関係カメラの紹介などをやってる YouTube チャンネルなので趣味興味がある方は高評価チャンネル登録お願いいたしますあグランツーリスもやりてえうイスまた別のとこで えそういえば最近、えー、スチームデックで主になんですが今後ろのね画面に出てる「フェイトステイナイツっていうゲームをプレイし始めてあの私フェイトって何回かねゲームやったことあるんですけどあんまりストーリーというか話を知らなくていやあれだけ人気ならきっとなんか面白い要素があるんだろうと思ってあのスチームのセールで安かったので「フェイトステイナイトっていうのをダウンロードしてまあこれサウンドノベルなんだよねきっとね。まあ、そうやってるんですけど うん結構面白いねあのプロローグ終わってまだ序盤なんですけどプロローグが結構長くてプロローグだけで3時間4時間ぐらい見たかなでそれから急にオープニングアニメが始まって本編スタートになったからこれ結構長いんですかねいやまあでもなんか面白い感じですねはいえっ、ー、と「Fate」を理解しようと思って今「ステイナイトをプレイしてますはいちょっとプレイステーションの話関係なかったね